金持ちになった人間っていうのは必ずその富というのを社会に還元しなければならない嫌になるぐらい分厚いよこれ <laughs> 6,000円だよ Kindle で売ってねえだよこの <laughs> 肩をすくめるアトラスっていうのがあってさ大体アメリカのなんか賢いやつって全員これ読んでんだよね <laughs> では、資本主義っていうのはもともとこんなもんだったのかという話をしたいんでロックフェラーセンターで見たちょっと選挙のポスターの写真ありますかこれがあのロックフェラーーセンターというアメリカのまあ中心 ど真ん中だよね。ロックフェラー・ジュニアが1927年だったっけなに、えー、と建て始めたロックフェラーセンターという巨大な、ね、ビルのビル群があるんだけどそれの一番下にですね NBC のニューススタジオのですね選挙番組の特番があってもヒララリー対対トランプっていう立ってんだこれを抜けたら正面玄関があるんだで正面玄関にこんな壁画があるんだけども壁画の写真1枚目出してください。 ロックフェラーセンターが1929年に完成したのかな違う31年だ31年に完成したところのポスターなんだけどもこの写真の周りでしばらく固定しておいてねこれね何の壁画かわかるかな天空を支えている巨大な人間が、でっっかいい木みたいなものを持ってるじゃん。で、その周りに小さい人間があるよね。でこれ何かというと天を支えるアトラスなんだつまり巨人。巨人が天を支えていて。い 天を支えている橋桁というか、針みたいなもの、針というのは柱ね、柱を持っているんだ。で、その周りを、えー、人間たちが支えているというふうな構図になっていると。で、二枚目出してください。この壁画が天井の方に行ったら、どういう構図になるのかっていうと、この支えている天井の。木がですね、上の方にまで渦を巻いて、えー、雲の繋がってて、その周りを。戦闘機や飛行機がぐる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 回っているという、こういうふうな絵になっているんだ。これはね、あの。 アトラスというふうに呼ぶんだけども、天を支える巨人。ギリシャ神話で、天というのはアトラスが支えている。と。私たちが生きているのは何でかというと、巨人のアトラスが空を落ちてこないように支えてくれているからだというのがギリシャ神話にあるんだ。それを今のアメリカに置き換えると、どういうふうなことになるのかというと、アメリカの栄光というのは1931年ぐらいの、いわゆる航空機産業がどんどん伸びていった時代に、これからアメリカが制空拳になって世界中を支えなきゃいけない。 このアトラスっていうのは世界を支えるアメリカなんだよ。で、そのパワーっていうのは航空機などアメリカの先端の工業や科学技術で担われているというふうに考えている。周りにいる小さい人間たち、ちょっと一枚写真戻してくれる？小さい人間たちというのは何かというと、実はこれね、人間なんだよね。あの労働者なんだよ。つまり大資本家がアトラスとして金持ちたちがアトラスとして世界を支えるから、労働者は その金持ち資本家を支えてくれっていう祈りがこもってんだ。ロックフェラージュニアは、アメリカ生まれの大富豪としてさ、なんかものすごい数の慈善事業をやった人なんだけど、アメリカ人で慈善事業をやる人多いよね。例えば、ビル・ゲイツとかも、今や財産の8割ぐらい慈善事業に投入してるんだよで、なんでこういうふうなことをやるのかっていうと。金持ちになった人間っていうのは、必ずその富というのを社会に還元しなければならない。それが資本主義っていうのを善。 正しいいいことだというふうに肯定することだと。で、1930年代ぐらいのアメリカっていうのはさ、その当時ぐらいから社会主義のロシアというのが脅威になってきて、本当に正しい社会システムというのは共産主義なのか、それとも資本主義なのかっていう道徳的な対立が現れてたんだ。アインランドっていうさ、なんか作家がいて、もうね、嫌になるぐらい分厚いよこれ。<laughs> 6000円だよ。Kindle で売ってねえねえこの。<laughs> 「肩をすくめるアトラス」っていうのがあってさここ見たらわかるかな「聖書」に次いでアメリカ人が人生で最も影響を受けた本というふうに言ったっていうふうに言ってんだけどもあのね本当にアメリカで超ベストセラーで本を読める人つまりアメリカの知識人のバイブルとも言われている SF 小説なんだよこれが。で近未来のアメリカは、えー、半分社会主義みたいなものの流れを受けていてでおかげでアメリカの 金持ちたちが、がどどんどん,どん,どん共産主主義義やや社会主義の波を受けて、て仕事がやりにくくくなってくるとで結果的にじゃあ,あのアメリカの富豪資本家たち誇りを持って天を支えていたアトラスたちがもういいやって言って肩をすくめ出したそうすると世界がゆっくりと滅亡に向かっていくっていうねディストピア小説あいわゆる暗い社会の小説なんだけどさもうこんな分厚いんだけどもさ大体アメリカのなんか賢いやつって全員これ読んでんだよね。<laughs> 日本人さこの本のタイトルすら聞いたことがないやつがほとんどなんだけどもアメリカ人の頭のいいやつってほぼ全員この本読んでてかなりこれの思想的な影響を受けてるんだよつまり思想的な影響っていうのは何かというと資本家というのは偉い何でかというと一つ目ちゃんと成功したからだと貧乏から身をなした人もいるし親の遺産を受けた人もいるんだけどもそういうふうなところから身をなしてちゃんとこの世界を支えるアトラスの役割をしているから。 同時に自分たちが十分富を蓄えたあとはそのアトラスたちは人民たちを助けで同時に労働者たちはそのアトラスを助けるというそういうなんかこれが共産主義によって貧しい人間怠惰な人間にも同じように頑張ってるんだけど貧乏そうじゃなくて怠けてるから貧乏なやつにも同じような 飯を与えよう、娯楽を与えようとするソビエトの社会主義共産主義に対してアメリカの慈善活動というのはどんなに人間的でそしてどんなに能動的であるのかっていうのがこのアインランドの考え方なんですこれがあるのでアメリカ人は社会的な成功者に対して基本的に尊敬するんだよね。尊敬されたやつらの大部分はちゃんと慈善活動というのをやると。 中には、そんなのを全くやらずに、自分だけで富を独占しようとするやつもいるんだけども、それは割と少,あの少数派であってっていうのが、アメリカのそのなんだろうな。いい意味での資本主義っていうのはいいもんだ。資本主義っていうのは善であるという考え方なんだよな、ね。でも、ウォルマートの経営者たちってさ、話戻るけども、道徳的に正しくないじゃん。つまり、資本主義っていうのは、道徳的に正しいっていう、その。 アインランドが行った時代1955年ぐらいの小説なんだけどそれがもうね成立しなくなってるんだよね。ニューヨーヨクとかロサンゼルスに住んでるやつらっていうのはどんなやつかっていうとヒラリーを支持してる人たちっていうのはどんな人かっていうとやっぱり同様にウォルマートの株を持ってるようなやつ,なんだつまりヒラリー陣営の人たちっていうのはどちらかっていうと金持ち派みたいに見られてるしトランプ派っていうのはどっちかっていうとなんだろうな貧乏人とか庶民の味方というような すごい大雑把な分け方をするとそんなふうにもうなっちゃってるのね。そういうふうにイメージ操作をしたトランプの勝ちとも言えるんだ。ヒラリーもねなんかそれなりに逆襲してて俺絵本ショップ行ってびっくりしたんだけども絵本専門店に行ったらねヒラリー・クリントンのなんか絵本っていうのを売ってて「なん, <laughs> なんじゃこれ?」って思ってさで中見たらもう本当にねヒラリー嫌われるの分かるっていういけすかない本で「<laughs> ヒラリー・クリントン」。 表紙からしてね、Some girls are born to lead っていうやつで、世の、えー、中には人々を導くために生まれた女の子もいるのよっていうすげえことが書いてあるんだよ。<laughs> もう表紙からして、はい、ホワイトハウス行きますよって言っとくけどさ、大統領選の前だよ、この本出してんの。<laughs> はい、ホワイトハウスに行きますよっていう宣言から始まって、これが最初のページね。世の中は男社会、ヒラリーが生まれた時代には、 こんな風に文化にしても経済にしてもスポーツにしてもすべてをリードしたのは全部男でした。その中にたった一人ヒラリーが生まれてきました。ヒラリーは学校でも優秀、友達もいっぱいいると、家庭にも恵まれて、まあなんて素敵私たちの憧れる対象ですっていうなんかねすげえ絵本なんだ。よ。 マーティン・ルーサー・キングの演説を聞いて女子高生のヒラリーめっちゃ感動したわと <laughs> いうことでヒラリーをそこからなんかいろんな社会問題に目覚めて人々を導いてそして弁論大会で優勝までしちゃったみんなヒラリーの言うことを聞きたがるあなたは政治家になるべきよというふうに周りに言われてヒラリーはあらそうなのそうかしらと思ったいよいよヒラリーはワシントンへ行こうと思って旅立った。すると めっっちゃ素敵な男の子と出会ったんだ。その名はビル・クリントントっていう。<laughs> 彼氏と出会って <laughs> わあびっくり彼氏大統領になっちゃったすごいよね女の人生を書いた絵本で大統領に夫がなったっていうのにまだ3分の1ぐらいしかページ進んでないんだよでこっから例の問題は華麗にスルーしてヒ <laughs> ラリーはすごく忙しくて一生懸命ビルを支えたと。 でもそういうふうにやればやるほど偉いおばさまからは夫を立てなさいというに言われそして世の中には人種差別はなくなったかもわかんないけど男女の差別はまだまだあるんじゃないのヒキラリーはいろんなところへ行っていろんな女の人を語ったついには国連で大演説までしちゃった女の人はもっともっと働けるようにならなきゃいけなさい女の人をもっともっと守らなければいけません。 ということでヒラリーはいろんなところにも行ってそして経済的な問題や戦争の問題とかにもどんどん介入して国務長官まで務めちゃったついにはヒラリー私は大統領になるわと宣言した。今やヒラリーの周りにはヒラリーの助けを求めている昔のような子どもたちや大学生じゃなくて世界中の政治家たちがヒラリーに意見を聞きたがってるでもまだまだヒラリーが助けなきゃいけない女の人は世の中にいっぱいいるのさあ最後のページです。一番最初の、ね、ページと構図が同じ。 周り世の中は男社会なんだけども女の子がたった一人いるというのに対して今世界のリーダーは女の人たちになっているとアーティストにしてもスポーツにしても女の時代その中でヒラリーは輝くのよパパーンっていうことで終わっているっていう <laughs> すげえキャンペーン絵本売り上がって <laughs> これが超安売りで絵本ショップにずらっと並んでるんだよ。